どうも、心理カウンセラー大山です。よろしくお願いします。今日は、潜在意識と顕在意識の違い、を、学んでいこうと思います。このですね、潜在意識というもの、顕在意識というもの、我々人間がですね、意識としてです、考えというふうに思っている意識というものは顕在意識と呼ばれていまして、これはですね、意識の中で、10% ほど、占めていると言われています。これがですね、今人間の脳の使っている割合と、ちょっと重なる部分がありますので、これは顕在意識というよりは、脳の使う場所ということですね。潜在意識と顕在意識の違いということで、脳の、使い方と似ているんですけれども、潜在意識と顕在意識、よくですね、氷山の一角なんていうですね、表され方をしてますけれども、意識というものは、表面に出た氷山の一角に過ぎなくて、水面ですね、にはですね、隠れた意識というものが、90% ほどありますという、図で表されることが多いです。もちろんですね、個人差はあるんですけれども、その割合はですね、10% しか使っていない意識、そして隠れている 90% の潜在意識、これはですね、無意識で使える領域と言われています。無意識なので意識することはできない領域なんですけれども、それをどうにかですね、意識として使うことができれば、自分の思った望んだ人生が送れるという仕組みになっていると思います。なぜですね、今日はですね、潜在意識に、注目したかというとですね、私たちの見ている世界、考えている世界っていうのが、意識レベルでいうと 10% ですね、10% しか使っていないということは、90% の無意識、自分の、本当の思いっていうものを、知らずに過ごしているのではないかと。少しゆっくりできる時間がありましたので考えてしまったんですよね。そこをですね、どうにかですね、形にする。まずですね、脳を 100% 使うと体がついてこれないと思います。これは個人的な考えなので、何とも言い難いんですけれども、そのような仕組みで、脳は 10% で、制御されていると思います。でその潜在意識っていうのも 90% と言われていますけれども、それがですね 100% を意識的にできるようであればですね、これまたですね、体がついてこないんじゃないかという見解ですね。なので 90% 抑えておいていいと思います。少しですね、無意識を変えるレベルまでですね、行くことができないかと考えたんですけれども、これはよく言われていることとはちょっと違うかもしれないんですけど、習慣ですね。無意識レベルまで持っていく行動、歯磨きレベルまで行動を習慣化させることで考えずに、学ぶことができると思います。それを無意識でできると潜在意識を使っている。これは意識を使わずに無意識を使うということですね。潜在意識を使わないと私たちは、意識だけの目標設定だったり行動計画だったりが無意味とまではいかないんですけれども、達成されても達成感を味わえていないんではないかと。目標を立てて、ストップしているのか、目標を立てないでスタートするのか、どちらがいいのかというのは潜在意識ですね。潜在意識のレベルでどう自分が思っているのか。この話はですね、脳のタイプでもですね、分かれると思います。脳のタイプっていうのがですね、右左脳の法則っていう言葉がありまして、それがですね、4つの種類、概要欄にですね、載せれればですね、ブログの記事を載せたいんですけれども、ちょっと載せ方が分かんないので、載せれたら載せます。私たちの願いが叶ったり叶わなかったりですね、やりたいのに続けられていない、三日坊主で終わってしまうっていうことがよくあると思います。この間の記事では1月1日に立てた目標、15 1月15日には忘れてるよっていうですね、それが忘れている確率 85% という確率が出ています。なので16日に覚えていたら 15% に入ってます。でそれがいいか悪いか分かんないんですけれども、大体1日に立てた目標っていうのは忘れてるっていうですね、無意味だよという結果が出ていると。例えば勉強をしたいとですね意識的に思っていても、なぜゲームをしてしまったり、のんびりですね勉強もしないで遊んでしまうのかというですねところも考えてみると、それは意識レベルで、メリットがあると考える、勉強と無意識レベルのメリット、遊んでた方が楽しいとかですねのんびりしたいというものが、勉強したい 10% と遊びたい 90%、どちらが優先されるでしょうかっていうのはですね、考えても分かると思うんですけれども、これはですね1日ですね8時間寝てそれ以外起きていたとしても、割合にしておそらく14時間ぐらい遊びたいと思っている潜在意識が働いています。ではですね、どうやって潜在意識を意識レベルまで、上げていくかっていうことをですね最後にお伝えしようと思います。それは、目標を立てないこと、まずはここですね。目標を立てないことがまず第一歩です。そして第2個目、行動計画を立てましょう。どこかに向かう計画ですね。いつまでにっていうのを決めてしまうと、自分を追い詰めたりですね、今度はやる気を起こさなきゃできなくなります。頑張るとかですね、使うやる気を出す、頑張る、これは基本的にやりたくないことです。やりたいことにやる気いりません。頑張りいりません。ただ目標を設定してしまうと、頑張りが必要だったりやる気が必要だったりしてしまいますので、まずは潜在意識のレベルで行動を起こすためには、目標を立てない、行動計画を立てる、まずはここですね、この2つのポイントを押さえておいてほしいと思います。